始まりました、はい、家電トークプレゼンテッドバイ家電大賞始まりましたよ。どうもその MC を務めさせていただきます、家事もんこと家電芸人松橋修太郎です。そしてはい、家電女優の夏子です。よろしくお願いします。すいません、よろしくお願いします。始まりましたよ。始まりました、家電トーク。なんかバタバタで、ね、バタバタでね。こういう配信とか慣れてます？いや、結構インスタライブとか、インスタライブと YouTube 同時は初めてですね、はい、同時中継ということで、はい、もう家電大賞っていうのがもうこれね、すごい毎年やってるんですけども、はい、ね、ゲットナビさんと金持ちさんでやってるんですけども、うん、ちょっとこれをですね、いろいろトークしながらいろいろ掘り下げていこうという企画ですけども、家電女優と家電芸人ということでね、うん、普通の人もいないですもんなんかもう家電と合体してるタレントばっかりですよ。マニアックな感じですよ ね。マニアックに掘り下げていきましょうよ。はい、はいはい、でこの家電大賞は、はい、全て一般の方のウェブ投票で決まる、うん、はい、忖度なしのアワードとなっていて、今回でなんと6回目なんですよね。で前回はなんと2万票を超える投票を集めたそうなんです。2万票ってすごいですよ。すごいですよ ね。結構だからその家電好きの芸人とか女優さんとかからもそうですけど、うん、メーカーの人もみんな注目してますから。そうですよ ね。結構量販店とか行くと家電大賞なのかっち、はい、見ますよね。そうです ね。結構誇らしげにこうポップに書いてあったりとか、はいはいはい、ね、はい、やっぱゲットナビさんもね、うん、モノトレンド情報メディア冠ついてますから、いろんなこうガジェットものとか、はい、ゲットナビ絶対に毎月読んでますから、うん、面白いですよ ね。おすすめとかいろいろね、はい、紹介されたりとか見てますけども、はい、で家電ウォッチさんも、うん、マジで穴が開くほど見てる。こっちも家電ウォッチさんは記者の着眼点が素晴らしいですよね。コラムがまた面白いですねそれがもう一緒になってこの家電の M1 グランプリをやろうということで毎年やってますけどもね。はい、でこの YouTube の概要欄に投票用のフォームがありますので、はい、うん、ぜひそこでノミネート製品を確認しながらご覧いただきたいと思います。投票するとなんと豪華プレゼントが当たるチャンスがありますので、これがマジでお年玉級のやつが、ちょっとこれやばい、ちょっとお願いします、発表してください。すごいのが、まあ、発表すると、まあ、ダイソン、ルンバ、はい、バルミューダなどなど、うん、合計で13個もの超豪華家電が当たりましてですね、うん、でこの家電がもし当たらなかったとしても、うん、外れてしまってもなんとアマゾンギフト券の、はい、1000円分をカジェモンさんなんと100名様に、100人ですかすごい確率ですよ。大盤振る舞いのイベントになっております、うん、だってもう家電はやっぱりそのね、うん、このメディアのね、うん、こう2大メディアのこうゲットナビさんと家電持ちさん選んでますから、うん、はい、ダイソンとかもね、うん、トップレベルのものとか、あともう空気清浄機とかも今結構売り切れというか、うん、結構市場がやっぱりね、このコロナ禍でこう、うん、ある中で、うん、ブルーエアさんとかね、はい、そういうものがヨーロッパのブランドです ね、うん、そういうものと結構トップレベルのものが手に入るということ で、 でこれ投票しないと当たりませんから。本当ですか、トンチみたいなね、投票しないと当たらないですね。これマジタダでできる宝くじそう、買わないと、投票しないと当たらない、うん、投票はだからいろんなジャンルがあってそれ見てるだけでも結構楽しいんですよ。そう最新のこの家電がこう集まってて、はいはいはい、私だったらどれが欲しいかなとか、うん、単純にその私はこれがいいなとおしゃれだなとか、うん、そういう目線でもいいんですけど、うん、そうなんですね、ただこうパーって選んでいくだけで、うん、100人の方に Amazon ギフトカードもありますからね。そうなんですよね、はい、でこの YouTube の配信中もコメントは見ておりますので、はい、ぜひこの YouTube の方のコメントもどしどしお寄せください。そうですね、あとですねこちらにあるんですが、私のインスタライブでもですね、うん、続々と皆さん遊びに来てくださったんですけれども、こうしてコメントを拾いつつ約60分の生放送していきたいと思いますので、うん、私がねあっち向いたりこっち向いたりちょっとお行儀が悪くて、いやいやだからやっぱ横顔も見れるっていうその別アングルをね、テレビとかだったらやっぱそのちょっといい感じの横のアングルとか撮りますけど、うん、生のアングルずっと見れます、ね、裏側感があっていいですよね、新鮮ですが、皆さん、はい、インスタでも YouTube でもおしゃべりできますので、そうですよ、ちょっと、はい、なんか気になる家電とかあったら そう、それもっと掘り下げてよとか、はい、ちょっとコメントで言っていただけたら、はい、ね、ちょっともう読み上げていきますから、はい、ね、ご専門さんもよかったら、はい、私のこのフォロワーの皆様に
そう、どうも、はい、初めまして、すみません、ややこしい、ちょっとね、帽子とか今日被ってないですけども、はい、すいません、ちょっと、ね、私たち実は 初セッションですね、セッション、初です、セッションっていうんですか、この初共演というか、初共演、僕はでもやっぱりいろんなコラムとか、その連載とかされているので、YouTube とかでも、いやもうめちゃくちゃいろんなやっぱ家電詳しい女優さんがいるっていうので、うんうんうん、すごいもう知ってたんで、なんか、初共演っていう感じがもしないぐらいの感覚なんですけども、はい、じゃあ私の方こそも家電芸人さんって雲の上のさらにその上のいやいやいやなんかもうちょっと宇宙的な存在なのでそれはやっぱトップクラスのね、はい、そのひとりさんとか、うんうんうん、土屋さんとかいらっしゃるんですけど僕らはもうその最下層のただのもう芸人活動がちょっと弱いのであのもう家電人間なんですよ家電好きなほぼ人なんですよちゃんと女優さんとかやられてるんですけどそのなんかね、お笑い要素があれだと家電人間なんで本当に家電がねやっぱこれ YouTube とかやっぱりこれ高評価とか、はい、チャンネル登録とかしていただくとねはい、はい、すごくこの今後もねこっからいろいろ発信してきますんでこのチャンネルからそうですねはい、はい、耳寄り情報といいますか、はい、やっぱり僕も家電買うとき絶対にこのレビューとか、うん、こういうところでそのプロの人とか、うんうん、すごい数値とかもしっかり出したりするじゃないですか、うんうんうん、でそういうのを見て、うん売り場に行ってその売り場の売りたい気持ちっていうのをこううまくこういなしながらね、うん、こういうリアルな情報で武装してから買いに行っていただきたいぜひそうですねやっぱ知識がないと、ね、せっかく買った家電も使わなくなっちゃうので、うん、そうですねそれが一番もったいないと思うので、はい、今日皆さんにぜひ参考にしていただきたいなと思います、ね、行きましょうよそういうこととかもね、はい、YouTube の方も、うん、YouTube の配信とかもそうやらないんで僕そんなにいっぱいはいはいはい、はい新鮮なんですけどね、ちょっと見ていただかないともう始まらないんで、はい。YouTube の画面がロックですね。パスコードがね。すいません。じゃあもう早速ちょっとコーナーいっぱいあり用意してますんで、はい、行きましょうかじゃあ。行きましょうか。はい、最初のコーナーは、はい、家電大賞私の注目家電。ございます。ございます。さ家電大賞はですね、うん、多数のノミネート製品の中から家電の年間王者を決めるアワードでございます、うん、今回は155個、うん、これ今まで一番多いみたいですけどねもう死ぬほどたくさんありますんでこう MC2 人が個人的に注目してるこう商品とか、うんおすすめのアイテムいろいろ選んで熱くちょっと紹介していきたいなと思っております、はい、しましょうではまず掃除機部門からいきましょうか、うんはいではですね、私の推しはなんといっても、はい、いろんな記事でも紹介しているんですが、はい、こちらのですね、はい、この後実際に吸引力も皆さんに見ていただきたいと思うんですが、はい、55番のダイソンマイクロ 1.5 キロですもうエントリーナンバーがありますから、はい、M1 選手のこう胸に貼ってあるようなねそうなんです、はい、そう M1 ぜひね、あの家電の推しさんとか、はい、レッドナビさんの僕らのツイッターとかから多分詳細に言っていただくと思うのでねこうすごいこうもういっぱいこうノミネートがあるんですよカタログっぽくなってるんですよねはい、ちょうど今映画が盛り上がってますけどおリンクしますはいこんな感じで、ね、いいですねはいはいはいこんな感じありますけど、はい、55番のダイソンマイクロはい55番ですこの、はい、ダイソンマイクロはですねまだ新発売なのでちょっと店頭で見たことがないっていう方もまだ多いかもしれないんですがこれ今私がめちゃくちゃ推してる掃除機なんですねであのご覧の通りダイソンって、まあ、ちょっと重いイメージがあったじゃないですかそうですね軽量化はそんなしてなかったですね V8 がちょっとちっちゃいの出したけどおしゃれで吸引力もすごいんだけどダイソンって重いんだよなと思ってた方が多いと思うのでそんな硬いんですね見てくださいこれもう人差し指でねちょっとね、あの夏子さんの顔がちっちゃいからこれがね、あれだけどすごい顔も分かりますかね前はね、もう夏子さんの顔をこう隠れるぐらいの太さだったんですよねそうです、しかもこんな指で持てるなんてありえなかったじゃないですか、うん、そうなんですよそう、なので、まあ、1.5 キロでそのペットボトルと同じぐらいの軽さね、昔のちょっと細い方のポカリねあ、そう、細い方のポカリあの2リットルじゃないやつ、2リットルより軽いわけだから風の時親が買ってきてくれたあのちょっとくびれた方のそうですねやっぱ軽いのでね、はい、こんな感じで簡単に上に持ち上げられるんです振り下ろしたらもう下ろせますからねやっぱこっちいいって武器としては使わないでくださいもうでもなかなかこう女性がこの長いものを片手で持つっていうのは結構ね、はい、大変なところあると思うんですけどどうしてやダイソン片手で持つって発想がねなかなかなかったと思うんですがこれ私も家で今使ってるんですがカーテンレールとか階段とかめちゃくちゃかっこいい
イソンってあのトリガー式の銃みたいなボタンが特徴だったじゃないですか。そう、このダイソンマイクロはですね、ボタン式になりました。これめちゃくちゃ私たちとしては熱くないですか。結構ね、その噂というかその声があったんですよね、うん、使ってる人の、うん、ずっとこの指押しっぱりしなきゃいけないっていうのが意外としんどいっていうね。しんどい、指がねちょっと疲れちゃうんですよね、はい。まあ、その女性とか手が小さい方でも使いやすくなってまして、気になる吸引力をちょっと試しますか。はい、と思います。ありがとうございます。ほんとちっちゃくなったんですよ。グラノーラ、グラノーラ、あとどうしてたのか、はい。でちょっとじゃあ巻いてみます。はいはいはい、フラフィーヘッドがね、そうなんです。結構家電って密着するので壁際のホコリもしっかり、ね、取れます。でちょっと拭いたいと思います。ここいいものもね、前から拭いたり。裸足でフローリング歩くと、うんうんうん、なんかすごい拭き掃除した後ぐらいの爽快感ありますよね。足の裏の感覚はしっかり密着する感じがいいですよ ね。ヘッドもめっちゃちっちゃくなりましたよね、はい、そうなんです。もう昔大きくてね、大きくて結構これぐらいあったんですよね、はい、でもっと太くてね。なので日本家庭ではちょっと小回りが利きづらいっていうデメリットがあったんですけど、これもめちゃくちゃ小回り利きやすくて、ね、で見た目もおしゃれでね、すごく夏子の一押しということで、55番ダイソンマイクロ 1.5 キロでした。 1.5 キロ素晴らしい、これ本当ね、本当ね、このヘッドはね感動しますよね、うん、感動しますね。はい、軽いし、はい、本当に結構その他のメーカーさんも衝撃だったらしいですよ、やっぱ。あのダイソン、ダイソンさんはやっぱ吸引力というブランド力というかね、はい、うん、デザインとかでこう勝負してたんで、うんうんうん、まさかこの 1.5 のところに入ってくるかっていうことに皆さん衝撃を受けたらしいんですけど、ちょっと末恐ろしい感じもしますよね。そうなんですよね、はい、そんな中、うんうんうん、ちょっと私の推し掃除機なんですけど、はい、おやっぱその軽量をですね、うん、数年前からずっとこう追っているメーカーさんがありまして、はい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 、58番おシャープコードレススティック掃除機ラクティブエア、お、はい、これは違いますね、パワーの方ですよね、はいはいはい、これパワーだから、うんうん、あ、この全部含めてなんだ、含めてなんですね、はい、そうパワーとパワーじゃないのありますよね。このラクティブエアっていうね、はい、このシリーズがシャープさんのあるんですけど、うんうんうん、これがね、これも革命だったんですよ、うんうんうん、これね、はい、これよくあの掃除機売り場行ったらもうこれあると思うんですけど、はい、はいはいはい、うん、ね、だいたいまあ4年ぐらい前にこの 1.5 キロっていうスティック掃除機を出して、うん、そのスティック掃除機って今までちょっとこう軽くかけるぐらいの感覚で、うんうん、本気のそのお家の1台っていうのはやっぱあのこのコロコロ転がすやつキャニスターっていう、はいはいはい、だったんです。去年もうこのスティック掃除機がキャニスターの売り上げを超えまして、うん、もう完全にもう逆転現象起きて、もう今もうスティック掃除機の方がメインなんですよね、うんうんうん、売り場の売り上げとしても、うん、そんな中でその 1.5 キロっていう革命のこう軽さね、夏子さんの YouTube でもね、うん、どれぐらいこの 1.5 って言われてもね、はい、そのさっきポカリの話出しましたけど、うん、どれぐらいかっていうとね、うん、あのキャニスターのね、はい、ホースを外したホースだけの重さよりも軽いぐらいの感じなんですよ今、うんうんうん、こことかもそのカーボンとかになってて、うんうん、言ったらもうあのねフランスツールドフランスのこうチャリンコとかそういう世界のもカーボンとか使ってるから、めっちゃここも普通のキャニスターより軽くて、うん、でそんな中もう進化に進化を遂げてもうこれ 1.2 まで来てます、うんうんうん、も
もう 1.2 まで来ましたからめちゃくちゃ軽いんですよ。ダイソンマイクロよりも軽いんですね。さらに軽いです、うんうんうん、だからそのダイソンマイクロがその少し前の革命 1.5 に入ってきたんで、うん、シャープさんとかとしてもちょっとおおとそのゾーンもやるのかいと、うんうんうん、なんかそのね、チョコプラとかがもうモノマネとかやりだすみたいな感じでリズム、TT 兄弟やったりしてそのリズム芸人たちがちょっとこう、はい、えってなるっていう、はいはいはい、なんかその本格派がいきなりその軽量の世界にやってきたんでこれからさらに競争深まりますんで、うん、はい、はい、そんな中でじゃちょっとどれぐらいね、吸引力あるかっていうのもじゃあ気になりましょうか。はい、シャープ気になってる方多いんじゃないですかね。これね、やっぱね、パイオニアというかその軽量スティックのパイオニアなんですよね、うんうん、シャープさんはね。今グラノーラを巻きます。はい、でやっぱりこの充電式でね、うん、できるんで、うん、これを直接こう充電器こう挿してとかじゃなくてこのこれ充電するねドックみたいのをどっかに置けばいいんで、うん、なんかわざわざこうしっかりかけれる場所を探さなくてもよくて、うんうん、でこのバッテリーだとあんまり持たなそうだなと思うんですけど、はい、これだけで普通に自動モードで23分、24分ぐらい持ちますんで、大体24分あったらね、3、4部屋ぐらい行けますんでね。はいはいはい、ちょっとじゃあ行ってみましょう。ロングバッテリーなんですね。そうなんですよ。行きますよ。こんな感じでね。一回ね、石みたいな汚れもね、吸いながら、こちらがなんか止まるんですよ。はい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 、だから、うん、結構その掃除機かけててその24分間なんですけど、うんうんうん、この最小限の動きで、うん、ちょっとなんか離した時に止まるんでこう、うん、省エネしながら、うん、使う時だけしっかりこう吸ってくれるという、うん、はいはい、でまた握ったら、うん、でちょっとこう大きめの汚れがあるなってなった時にここをちょっと引っ張りながらこう上げてもらうんですよ。上げれますよね。でこうしっかりでここがね戻ってくるのちょっとうるさいですね、掃除機がね。ここがね、こう、感性ちゃんとあるんですよ、戻ってくるように、うんうんうん、こうやって今までやってたのが、はいはいはい、このまま掃除して、パッて吸ったらまた戻ってこう、来れる。芸が細かいですね。芸が細かいんですで、ここのちょいかけフックもね、はいはいはい、椅子とかの線にこうかけたりとか、こういうところにかけてもこうゴムが滑りづらい。そう、これめちゃくちゃ便利ですよね。これがね、こういうところが嬉しいんですよ。これがあるのとないのとで大違いですよ。そうなんですよ。宅配便来た時とかこの機能便利ですね。本当にね、はい、タイミングよくね。ピンコーンって。そうなんですよ。でもここ外した時のこの吸い口とかもね、うん、そうわかりますかね。このこれがね、ついてからも最強なんですよ。2年前についたんですけど、ハンディとしてもガンガン使える。そうなんです。めちゃくちゃこれで吸引力アップするんで、うんうん、おいくらぐらいなんですかってコメントがあるんですけど、これがね、今市場価格で、うん、多分6万円ぐらいなんで、うんうんうん、多分店頭行くと多分もうちょっと安くなってると思いますね、うん、おお、そうですね、はい、でこれからに向けてもっと安くなります、はい、で、はいはい、これが 1.2 なんですけど、うんうん、1個前の 1.3 のモデルもまだ市場で待って、それは多分3万円ぐらいなんですよ。大体スティック掃除機って、まあ、6万円ぐらいで済ますよね、うんうん、いいものだと、はい、多分ダイソンもそのぐらいですよね、うんうんうん、ダイソンマイクロも6万円ちょいぐらいですよね、きっと市場価格、うんうんうん、はい、それ1個前のモデルでも 1.3 なんで結構軽いです。で同じ機能全部ついてるんで、僕は結構そのコスパで言うとそのモデルも結構おすすめですね。うん、そうですね、はい、悪くないですよね。全然、はい、あのドライカーボンが確かロケットとかの機体の素材を使ってるからめちゃくちゃ軽い、うん、そうですね。でマニアにはたまらないね。ちょっとそういうやっぱ宇宙系のやつ大体何かしらの機能がね、はい、のついてたりするんで、やっぱすごい嬉しいですね、はい、そういうところも。そうですね、はい、というわけで掃除機部門でしたけども、はい、他にもね、はい、やっぱその日立さんなんかもね、うん、パワーブーストサイクロンとかもこれも軽くていい、ね、やっぱ軽量競争してたりとか、はいはいはい、日立はですね、立体お掃除を提唱しているだけあって、うん、部屋の隅々までかけやすいんですね。なんかこう、はい、スティック掃除機だとこうやって外してこう、うん、やるしかないみたいなイメージがあるんですけど、多分日立さんもこう、うん、
こうノズルがこうね、こう、うん、あのそうですそうです、車のね、なんか掃除しやすいノズルとかついて、はいはいはい、それもダイソーさんもありますよね。あ、そうです、ありますね、コンビネーションノズル、そう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 、そういうのとかもあったりして、はい、あと個人的には63番の三菱のズバキューも、はい、ズバキューね、あのユニークな形をしていて、はい、面白いですよね。ギャル曽根さんがね、CM してるやつねそうなんですよ、ズバキューもね、可愛らしいですよね。そう、三菱ってさ、うん、やっぱ飛行機とか車とかいろんなもの作ってるじゃないですか、はいはいはい、このモーターをね、うん、そういうモーター使ってるのかなと思ったら、うん、そのすごいものを作れるものづくりのプロたちがもう掃除機のためだけにモーターも作ったらしいんで、うんうん、エモいですよね。エモいそれエモいんですね、やっぱ女優さんからするとね。結構あの YouTube の方でもコメントいただいてまして、はい、まあ、ダイソーの見た目もスタイリッシュで素敵ですねとか、うん、あとはやっぱ、スーパーカミオカンデ1号さんはですね、今使ってるダイソーの初期モデルは重い、はい、あ、それはね、多分売り場行くとめちゃくちゃ感動できると思いますね。はい、ともう初期使ってる方なおさらびっくりするんですね。そうですね、やっぱ初期よりすごいこのヘッドとか、うん、この軽くなったりしてるんで、うんうんうん、ね、うん、いやいや本当ね、やっぱ掃除機、スティック掃除機がもうずらーっとここにね、うん、もう14種ぐらい並んでますから、やっぱもうあのシャークさんもね、はいはい、面白いんですよね、エボパワーシステム。システムこれやっぱ、はい、その最初にすごいこう、うん、鳴り物入りで入ってきたじゃないですか、はい、丸2年前ぐらいですかね、ダイソン超えのシャーク、ダイソンキラーみたいな、はいはいはい、そのなんか欧米ではもうダイソンよりシャークさんの方が売り上げがあるみたいな感じで、そのダイソンの元日本のその法人の社長がその社長をシャークさんやって、それで売りね、ゴードンさんがねっていう話があって、あのやっぱりその売り、そのすごく評判が良かったんで、あんまり新作その出してなかったんですよね。そうですね、あの絵が折りたためる掃除機以外の新製品、はい、ですよ ね、 ですね。同時にそのなんかスターウォーズとコラボしたりして、うん、結構スティック掃除機がおしゃれで、うん、はいはいはい、すごい評判良かったんですよね、うんうん、だそれをさらに進化させた感じで、はいはいはい、これも結構おしゃれでいいんですけどね。そうですね、はい、でも YouTube のコメントで、あのシャープのラクティブエアのスタンド、はい、別売りなんですか、付属でついてくるんですか、はい、気になりまして、ちょこちょこさん、ありがとうございます。ありがとうございます。これは、最上位機種はもうこれ最初からついてます。お、はい、スタンド、うんうん、最上位機種はついてる、はい、で多分バッテリーも2つついてくるんで、うん、もう、うん、あ、そうですよね、はい、最上位機種は部屋中隅々できちゃう。そうですね、これでもし弱モードだったらこれだけで多分1時間以上できますんで、はい、まず充電切れで困ることはない。そうですね、普通の自動モードで多分46分ぐらいできますね、うん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 、はい、もう家中ね、その2階建て3階建ても結構いけるぐらいなんで、うん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 、こんばんは、はい、というわけでね、いろいろ見ていきましょう。他にも、ここからあれか、次は、キッチンですね、はい、はい、続いてじゃあキッチン家電の推しは、僕から行きましょうか、はい、じゃあお願いします。はい、98番の、はい、お料理ケトルちょい鍋という、ね、おー、はい、これでございますけども、ね、売れに売れてますよね。これもうね、ちょっともう有名なんですけど、うん、結構メディアというかね、いろんなところで、うん、はい、ね、うんうん、すごい取り上げられたんですけども、実はちょっとマイナーチェンジちょこちょこしてまして、はい、最初にこうね、うん、これまずこうケトル、こう湯沸かしケトルあるじゃないですか、はいはいはい、湯沸かしケトルの中にこう、うん、ラーメンとか食べてる輩がいるとはいはいはい、はい、いうことでちょっとネットとかでもこうバズりまして、はいはいはい、そしたらこの白岡さんはですね、うん、そういうちょっと面白いことがあるのかと、うんうん、いうことで、うん、じゃあちょっと本当にそのラーメン作れる作っちゃおうよってことで、うんうん、できたのがこのちょい鍋なんですけども、うん、そしたら思いのほかその主婦の皆さんとかにも、うん、結構そのいい感じで浸透しまして、うんうん、しっかりこう四角くてね、こう麺が入りやすかったりする形とか、うん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 、
で、まずすごい浸透したんですよ。もう僕もこれちょい鍋っていうかがっつりコンロって呼んでるんですけど、うんうん、もう言ったら3個目のコンロ、4個目のコンロとして、はい、多分お味噌汁作ったりとか、うん、まあ、お湯沸かしたりなんか煮込んだりとか、うん、あともう普通にアヒージョとか、うん、チーズフォンデュ、チョコフォンデュ、いろんなものを作れるわけですね。ご飯も炊けるし、これで炊き込みご飯作ったりとかする人もいるんですよ。アクアパッツァ作ったりとか、はいはい、っていうので浸透した時にやっぱこのフッ素加工っていうのももともとあのされてなかったんで、うん、なんかそのフライパンみたいにフッ素加工を加えたんですよね、うんうん、それが去年までで、さらにそこから進化してこの蓋がですね、うんうん、今までずっとここもちょっとネジとかついててちょっと掃除しづらかったりして、でもう何にもなくなってめちゃくちゃ洗いやすくなったんですよ。やっぱいろんな料理作るんでね、これ一人鍋する人とかもプチッととかあるじゃないですか、うんうんうん、それでですよね、やった時にやっぱりこうキムチの油とか、うん、そういうものも気になりづらくなってお掃除しやすくなったのと、もうここですね、最大の進化、うん、この網がここについてるんで、うんうん、結構お野菜茹でる人とか多かったんですね、麺茹でたりとか、うんうん、そういう時にここにも網がついてるんで、このままジャーっていけるわけですよ。お便利、これザルが必要ないんですね。そうなんですよ、はいはい、やっぱこう作るとこの工程でいろいろ案があったらしいんですけど、うん、ザルをつけるとか、うん、いやでもやっぱりこれはもうペヤングシステムだろうっていうことでなったらしいんですよ。ペヤングシステム、やっぱりこの皆さんがお手軽に男性でも女性でも一人暮らしの方でも使えるようになった時に、やっぱこの焼きそばのシステム、うんうん、これが一番湯切りしやすいんじゃないかってことで、うん、でさらにこうケトルモードと鍋モードとかついたりしてより使いやすくなったりして、まあ、ケトルの方はこう一度沸いたらもう それ以上火がいかないように止まるんですよね。でお鍋の方はそのままこう温度をキープしてくれる。で温度もこう40、60、80、100ってあるんで、ちょっとこうコーヒー入れるときはとかお茶入れるときはとか、あとはこう60度ぐらいでキープして、なんかチーズフォンデュとかそういうことするときもずっと火が入ってると干からびちゃうんで、うん、キープするっていうのもすごい嬉しいんですよね、うん、低温調理ができたりとか、うん、低温調理もできる、低温調理できるんですよ。これは素晴らしいです、ね、もう60度とかで、はい、サラダチキン作ったりとか、はい、そういうのを作ってますけど、はい、いいんですよこれ。じゃあもう筋トレユーザーとかですね、めちゃくちゃいいですね、糖質オフする人とかも、はいはいはい、すごく良くて、でもすごく蓋とかも使いやすくなった、さらに進化、はいはい、で、フッ素加工からさらにここも、はい、進化して、うん、ホーローの加工されてるんで、うん、はい、よりね、お手入れしやすくなってる、うん、白と黒からありますんで、うん、で多分これ数年前も多分もうエントリーしてますよね、うん、そうですね、もうこれめちゃくちゃ売れてますし、もともと白がなかったんですよね。そうね、人気でホワイトが、ホワイトが出て、そのこうね、キッチンの統一感なんかも出たりして、うんうんうん、すごいです、だからもう、うん、ね、もう一回ちょっと売れてから M1 出るみたいなことですよね、本当に。売れに売れてから、そうです、それでも出るハライチみたいなね、素晴らしい、なんか分かりやすい、ペコパーです、今年で言うところです、ペコパーさん準決勝が残ってるペコパーさんの凄さね、ペコパーさんでした、はい、これが、ケトル、お料理ケトルちょい鍋、はい、お料理ケトルペコパーで、ペコパーさんということで、はい、シロカさんお値段も安いのでね、そうなんですよ、いいですよね、これ1万4000円ぐらいですかね、はいはいはい、1個前のモデルはもう9800円ぐらいになってる、そうですね、はい、はい、さあ続いて、はい、では私がですね、はい、続いてドライヤーをお勧めしたいと思います、はい、こちら結構ネットでも見る方が多いと思うんですけど、うん、CM とかでも、はい、パナソニックのナノケアで、これは102番ですね、102番、はい、家電大賞102番のパナソニックのナノケアと、はい、103番のアイリスオーヤマのモイストプロフライヤーです、はい、これは、うん、私ドライヤーマニアで今家に8台か9台ぐらいあるんですけど、8台9台ありすぎですよね髪のコンディションに合わせてドライヤー使い分けてまして、いろいろ試してったらハマっちゃったんですか。そうなんです、もう髪も長いので、はい、いろいろおすすめがあるんですが、まずこのパナソニックはですね、このデザインが一新してちょっとマットで、うん、おしゃれなネイビーなんていうんですか、確かにこのちょっと男性の色なかったですよね去年まで。そうなんです、ね、なんかシックなネイビーで、なおかつこう艶消しのマット素材がかっこよかったりするんです、うん、めちゃくちゃ欲しいんです、ドライヤーって結構皆さんコメントで。ドライヤー欲しいからね、はい、今1000円のドライヤー使ってて髪バシバシで、それ辛いですね。で、このナノケアはすごいところがカラーリング持ちがまず良くなるんですよ。へー、最近鬼滅の刃のねずこちゃんに触発されてですね、はい、確かに調子に乗ってこの内側に入れてますね、そうですね、はい、金髪のメッシュを入れちゃったんですね。あ、
いいっすね。これがおしゃれなんですけど、やっぱちょっと髪がね傷むんですよ、うんうんうん、でこれちょっとお板もですね、こうナノケア使えばしっかり保湿されて、うんうん、髪がしっとりするんですね。いやこれだから僕も去年のモデル持ってるんですけど、はい、 おじさんのこの短髪でも、はい、やっぱ癖毛の日ってちょっとわかるじゃないですか、誰でも、はいはい、雨の日とかね、はいはい、それもやっぱりこれで乾かすと、はい、しっかりまとまるというか、そう、はい、めちゃくちゃしっとりするね。ナノイーすごいなって思います。去年だから18倍になりましたね。そうなんです、従来のナノイーよりも18倍の水分発生量がになったの で、 そうなんですよ。髪がパサついちゃう人とか癖が強い方にはナノケアおすすめです。で一方ですね、このアイス大山のモイストプロドライヤーは、人間の髪は60度で傷んでしまうと言われてるんですが、まあ、60度以上にならないように優秀なセンサーが検知してくれるんですね。これちょっと一瞬電源入れても大丈夫ですか。でこんな感じで、はいはい、ここのセンサーがね、こう今風温が何度か色で教えてくれるんですよ、赤、黄色、青なので、ちょっとなんかその高温が続いてるときは、まあ、なるべくこう離したりとか、あとこの柄の部分が美容室仕様で長いので、結構これちょっとした前髪のスタイリングとかもピンポイントで狙えるんだ、しやすいんですね。確かにちょっとこう広いとね、風がこう広がっちゃったりするので、あのヘアセットするときにも便利です。でなおかつハイクオリティなドライヤーの中では、お値段も 12,800円と割と良心的かなという感じで、マイナスイオンもちゃんと入っていて、静電気も保護してくれるので、うん、あのちょっとね、あの性格がナノケアとモイストプロドライヤーで違うんですけれども、うん、ぜひどっちも試してほしいなと思っております。確かにこれは感動できますよね、ナノケアは。そうなんです、ね、でこっちのアイリスの方も60度以上にならないようになってるんですよね。そうなんです、タンパク質を壊さないので、ね、うん、ドライヤー楽しい。すごい、スーパー神尾勘で1号さん、夏子さん、ドライヤー8台多すぎって言ってましたね。小物の下買い替えたいと言ってたりね、はい、そうですね。このネイビーは男性にもいいですよね、はい、本当に。いや、いいですよね。なんか今まで結構だから、あのシャンパンゴールドとか、そう、そう、ローズレッドみたいなのしかなかったんですよね。エレガントな、ね、はい、女性らしい。ちなみにこれ言い忘れましたが、折りたたませられるので、うん、旅行の時にも便利です。旅行に持ってくんですか、このサイズ。やっぱ女性は、あ、持ってきますね、トランクとかだったら、うん、そっか、これコロコロいけるんだったら、はい、結局あの旅館についてるドライヤーしょぼいと時間ロスするじゃないですか。そっかそっか、もう許せない、あの顔何にもならないやつ、洗面所からこういう電話のコードみたいなのでなんか距離あんまり行かないやつとかありますもんね。そう、そうです、そうです。そのね、その確かに、はい、それ全然違うか。そうなんです。他にも結構いいのエントリーしてますよね。105番のリーファー、リファー、このリーファーのあのドライヤーとか、これ、うん、遠赤外線が出てるんで、あの焼き芋とかのね、あの感じでこう中からじっくりこう、うん、乾いてくる。これもその60度以上ならないようにやってるんで、やっぱこう美容好きな方はリーファーいいと思うんですよ、ね、いいですね、ね、コロコロで有名な、コロコロで有名。フェスコムさんもやっぱこれもう、お、なんていうんですか、その、はい、美容室さんもほとんどテスコムさんの使用率高いんですよね、うん、プロの方が使ってるというやつなんですよ。これのあれ嬉しくないですか、テスコムさんのスタンド、テスコムさんの最初からついてくるスタンドが、ドライヤーをこうこうやって置けるんですよ。こうやって置けるんだ、はい、で両手離してできるんですよ、それいいですね、ただこうなんかしながらこうやって風が来てこうこうやって両手でこうできるんですよね、この感じで、そういうまあちょっとしたこういうねスタンドなんですけど、はいはいはい、そういうのも面白かったりしますね。106番テスコムさん、プロフェッショナル、もう今男性もかなり高いドライヤー使うようになってきましたから、いやこれだからね、その一緒に奥さんと一緒にね、うん、共有したりとか、うん、ね、あナノケアに昔ついてたスタンドの復活希望、あね、確かにね、昔ついてましたよね、スタンド希望ですほんとに、はい、そんな感じで、はい、はい、夏子のドライヤープレゼンでした。いや素晴らしい、ありがとうございます。さあというわけで一旦休憩入れますか、はい、はい、というわけで以上私の注目家電のコーナーでございました。さあ続いては、はい、家電時事報道のコーナーでございますけども、うん、いろいろですね今年2020年振り返っていきたいと思いますので、うん、ちょっとじゃあその準備をさせていただきたいと思います。5分後ぐらいまでちょっと休憩させていただきます。
はい、こちらインスタライブはまだね、そのまま続けますので、はい、皆さんちょっとそのままお待ちください。はい、じゃあ椅子ちょっとセッティングしましょう。Thank you.
すいません、お待たせしました皆さん。さあ準備ができました。はい、はい、ここからは、はい、家電自助砲弾のコーナーでございます。そうですね、はい、はい、家電をですね、はい、切り口にして2020年いろいろ振り返っていきたいと思います、うん、さあここで家電大賞の仕掛け人でございます、うん、ゲットナビ編集長と家電ウォッチ編集長編集部からお呼びしております、うん、まずはゲットナビ編集部編集長川内さんです。よろしくお願いします。さあそして家電ウォッチ編集部編集長の中林さんです。中林です、よろしくお願いします。お願いします。さあ2020年いろいろありましたけども、家電業界はですねやっぱり皆さんの生活を支えるということで、はい、売り上げもすごいことになりまして、ね、結構そのアクセス数とかもすごかったんじゃないですか。情報もいろいろ提供してたじゃないですか。こういう風に活用した方がいいよとか。そうですね、やっぱり家にいる時間がやっぱり長いから、うん、家を見直したいっていう人が多かったですね、うん、それで調理家電だったり、はい、まあ、加湿器も先ほどお話ししたそうですけれども、はい、いろんなものがやっぱり軒並み結構やっぱり軒並みすごかったですよね。すごいやっぱあの家電屋さんにもすごい人がやっぱ来てたっていうので、うんうん、そうですね、確かにおうち時間の充実とかそういうのを意識して、うん、ワークとかになったっていうところがありましたよね、うん、はい、そうですよね。おうちで仕事してるといろんなことが気になるっていうのはありますよね、うん、ちょっとしたほこりだったり自炊率も上がりましたしね、うん、うん、ね、なんかだからやっぱそのお家にずっとそのし、なんですかね、書斎を使ってなかったお父さんとかでも、うん、やっぱりずっと家にいるってなると、うん、なんか音が気になって静かな、うん、そのちょっとエアコンがいいとか、うん、その言ったらその冬なんかもちょっとオイルヒーターみたいなのが結構、うん、売り上げが伸びてるらしいですね、うん、やっぱりずっと家にいるってなると乾燥気になるし、その音もずっと気になるし、うん、とか結構その静かな音にね、そういう加湿器なんかも需要が集まったり、なるほど、はい、あと私が聞いたのはコードレス掃除機とホットプレートがバカ売れしてるって。あ、確かに、もうみんなあの自炊疲れちゃうから、うん、ホットプレートさえあれば家族とりあえずみんなでね食べられるっていうのはなんかいい流れですよね。いいですよね、うん、確かに。さあまずはですね、はい、そんな中でやっぱりその、うん、こう美容にね皆さんお金かけたところ、うん、言ったらそのお店に行けないってなって、はい、でいろいろキャンセル料とか戻ってきたりとか、うん、したらこのお金じゃどこに使おう、うん、あと10万円もこう入ってきたりして、じゃあ何に使おう、うん、おうち美容がやっぱり今年すごかったじゃないですか、うん、ということでこう、うん、皆さんと一緒にこう、ね、うん、まずはじゃあ僕の方からいきましょうか。はい、はい、パナソニックのスキンケアシェーバー、うん、これ今年出ましたけど、ね、おうち美容がねすごいこう注目集まってる中で、うん、いろいろ売れたんですけども美容のものが、うん、これやっぱラムダッシュ、僕も今までパナソニックのお前歯とか使ってたんですけど、うんうん、結構最近あの脱毛も流行ってないですか、男性の。流行ってますね、はい、うん、なんかタレントの方とかも結構多いって聞きますけど、はい、実際どうなんですか、うん、結構やっぱその千鳥のノブさんとか、うん、ノブコブの吉村さんとか、うん、あの今田さんとか皆さんやられてたりして、うん、で結構やっぱりその男性がその脱毛すると、そうするとやっぱ5枚刃は今まで使ってたけどいらなくなるじゃないですか、うん、そういうところの受け皿としてもやっぱパナソニックさんとしては、うん、この美容よりお肌をこうやったり、あとはこの奥様と併用で使ったりして、このねイオン導入できる世界初の電気シェーバーということで、うんうん、はい、これじゃあちょっと試してみます、ね、実際に。え、私ですか私ですか。いや、これ僕もね、はい、あの試したことあるんですけど、はいはいはい、このイオン導入って、はいはい、我々あんまり使ってこなかったんですけど、はいはい、ここにこう鉄のね、うん、プレートついてて、うん、でこれ握って、うん、普通にこうスイッチを押すんですけど、うんうん、ここと自分がつながってって電気で、うんうん、それでここのねアタッチメント部分、ここからイオンが出るんですけど、ここをこうひげ剃るときにこう当たるんですよ、うんうん、そうすると、はい、その肌をですね、うん、こうあの化粧水とかが導入しやすくなったりとか、うん、潤いを持たせてくれたりして、うん、すごくお肌ケアできる、女性なんかも、うん、ここのイオン導入部分だけ使ってやることもできるんで、うんうん、そっかそっか、美顔器としても使えるってことですね。そうなんですよ、で、はい、あの温めるモードもあるんで、ここここをちょっと温めてから、はい、ポカポカの状態でイオン導入したり、あ、うん、温熱効果プラスイオン導入効果もあるんですよ。やっぱりでも私思うんですけど、うん、男性もさっさってヒゲ剃ってたりするとここがかさついてたりとか、はい、妙にヒゲが残っちゃったりとかしていて、はい、で私あの新婚なんですけど、はいはい、
結構こう男性とこうハグした時にね、はい、ここがこうジョリジョリってしてたりするとちょっとね、うん、あなんか痛いなみたいなのがあるので旦那様のなのでやっぱり男性のその芸の意識が高まると女性は嬉しいと思うんですよね、うん、そうですよね、うん、だからその奥様はその旦那さんにあなたの、うん、肌が心配よって言いながら自分の肌の心配していただいてはい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 、はいはい、ちょっと使ってみますこれイオンの方あそうですねありがとうございます、はい、そうあここから出てるんですよねで、でこれちゃんと握ってこう通さないといけないですよねはい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 なんかそう聞くと怖いんですけど、うんうん、全くその痛みとかビリビリとかなく、うんうんうん、この手のところのアタッチメントと肌がこうつながることによってこうイオンが通じ合って、うん、はいはいはいありがとうございます化粧水の入りが確かに僕も試したんですけど違ったんですよねもっちりしてるというかはい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 すごいそうそうだから男女兼用で使えるヒゲ剃りヒゲシェーバーってすごい新しいですよねそうですねそう結構デザインもなんかシンプルで、うん、割と手の甲とかやってみますあ化粧水あちょっとでもよかったらじゃあ編集あそう編集使ってるんですけど、はい、結構そのあれですね、ひげ剃りながらでもできるし、うん、そのこれ専用これだけで使うっていうこともできるんですよその2つでできるのがすごく便利で、うんうん、あんまりこういちいちやっぱりずっとこうこればっかりやり続けるっていう時間がない時とかもあるんですけども、うんうん、でもひげを剃る時についでにもうそれ一緒にケアもできちゃうっていうのがやっぱりですね、うん、素晴らしいですねすみませんイオン通り NG でしたなすみませんあ、ちょ編集長がおとなしいから確かに、ね、お話ししていただこうかなとイオン NG あるのかなすみませんないですないですそう手の甲とかやるとね全然やっぱチリ感というかその保湿どうそういうイオン導入系のアイテムは使ってますか使ってますねもう美容家電も30台ぐらいあるので30台はい EMS とかも、ね、使ってますけどなんか川内さん使ってらっしゃる気持ちもねこれあったかいウォームボタンみたいなのあるんで、うん、私正直なかなかちょっと、うんシェーバー自体に少し苦手意識があって、はい、で結構やっぱ優しくない、うん、ちょっと安物とかのタイプ優しくないのもあったりしますけどこれはちょっと使いたいですね、うん、そうなんですよそもそも歯の部分はラムダッシュのいろんな技術がありますから、うん、そのやっぱりさあというわけでどうですか夏子さんのおすすめというか、はい、気になるものこのコメント見るとですね、男女で使えるのびっくりしましたとか。これぜひね、奥さんも旦那さん、はい、あなたのためよと言って、なっていただいて、はい、やっぱもう、うんうん、男子がね、ひげが薄くなってきてるんですよ。うんはい、だから、もう言いくるめちゃいましょう、旦那さん。そうですよね。あと、肌尾圭介さんが見に来てくださいました。頬の毛、数本だけ剃るために2枚刃のシェーバー使ってますと。え、肌さんですか？あの肌さん？あ、じゃあ2枚刃のその頬の毛数本取るためだけ2枚刃のシェーバーを使ってる。そういう方とかだからおすすめですよね。ね、美容効果もあった方があまり多くはなさそうです。いいですもんね。女子の足にも使えますか？使えますよ。使えます。ね、もう全身使えるんでそのコードレスなんで、うんうん、どこでも使えますんで。ありがとうございます。はい。では美容つながりなんですが、はい、私からはですねこの107番のヤーマンのメディリフトプラスをおすすめしたいなと思うんですけれども、はい、このメディリフトプラスも爆売れしているので、見たこと武田真治さん、はい、広告とかでもね、最近よく見ますよね、それがより装着しやすくなってさらにその顔への密着度が増したというものなんですけれどもいかがですか結構記事とかでもそうですね見られたんじゃないですか、はい、ネットナビは結構ヒット商品を紹介するページがあるんですけども、はい、やっぱりこれは売れたっていうことです、うんなかなかやっぱメンズ美容ってこれまでそんなにこう流行ったりちょっと落ち着いたりだったんですけど、うん、これはもう完全に定番みたいになったなって、ね男性にヒットしたんですね、うん、これ私も使ってるんですけど、はいはい、装着するとハンズフリーになって仕事できるところが家事とか1回10分なんですけどすごくよくってじゃあちょっと実際に梶山さんこれ使って、はい見ていただけますか？いやちょっと下ぶくれなんですよ、顔がこういうのあったら本当ね、嬉しいんですよ終わったら別人になっちゃう、ちょっとかっこよくなってたいんですよ鼻とかは高くならないですよ鼻ならないですよ、ほうれい線はめちゃくちゃなくなります、やっぱこれ違います？全然違いますまず濡らすんですよねはい、まずお肌を濡らしていただいて、はい、今 SDN で一緒だったセリナさんも見に来てセリナさんですか？ありがとうございましたあのセリナさんですか？はい、この間なっちゃん釣り
見たやつだ。家で使いました。なんかよく集まってらっしゃるんですよね。あ、そうなんです。女子会、家電女子会をしてる。セリナさんが見てるんだ。はい、つるっとしていただいて、はい、セリナさんみたいになれますか。あ、松原さん、全然シワはないですけれども。でもおじさんですよ。いやいや、この温熱効果で結構張りもですね、これ出るので。これ濡らして、このぐらい濡れてていいですね。はい、はい、結構たっぷり濡らしていただいて。たっぷり、このぐらいもっと濡らしておく。もうちょいですね。もうちょい、はい、でこれコントローラーもですね、前モデルよりも大きくなったんですね、はい、なのでよりパワフルになっていて、うん、はい、そのコントローラー以外は水洗いもできるところがおすすめポイントです、うん、はい、洗濯できるんだ。杉野さんの変化楽しみです元を皆さん知らない誰やねん。だからはい、これでいいんだよね。ここが口ですか。そうですね。で、こうですか。はい、はい、もうちょっと上の方ですね。あ、もっと上、はい、ちょっとやっぱこう、あ、全然これで外も歩けるそうですね。電源をピッと入れていただいて、はい、顎のところももしあれだったら、はい、これ合ってます。合ってます、これ。はい、で、電源のところですか。あ、ですね、ここですね。はい、感じます。あ、編集部さん、コントローラー逆につけてました。あ、これ今感じますか。ちょっとプラスしていきますね。はいはい、これ痛みとかあるんですか。あ、来た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 、肌さん、セリナさん、お客さん、皆さん、視聴者の皆さん、あー、すごい、これ、あー、すごいよ。でも別に痛いわけじゃない。はいはい、はい、気持ちいいんですよ。そう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 、気持ちいいよ、これ。そうそうそう、すごい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 。そうです。あ、気持ちいいわ。うん、あ、これいいわ。そうなんですよ。くるくる、ちゃんと手が空くので、私なんかこうつけながら猛烈に仕事のメール返したりとか、もうんうん、まあ、ちょっと家事したりとかできるし、本当にほうれい線が薄くなるので、うん、びっくりしましたね。10分っていうのもちょっと手軽でいいですね。ですよね。正解の場所どこですか、これ頭どの辺なんですか。すごい気持ちいいわ。でも落ちてきちゃうんだけど、うんうん、どこが正解ですか。目にね、かかっちゃう。でも今の感じでいい感じです。はいはいはい、ここが正解。後頭部アメリカにいる超ヤバい囚人に見える。そうですね、レクター博士はい、ありがとうございます。いや、これ気持ちいいわ。そう、気持ちいい。あ、すごい、すごいリラックスできて、あ、ほっぺにすごいこうね、あの顔を揉んでくれてる感じなんですよ、グーって。はいはいはい、で、あの、一応ね、僕もあの芸人のあれで低周波のね、はいはいはい、罰ゲームとかやったことあるんですよ。うんうんうん、それと全然違います。その痛いやつじゃないんで。そうなんです。なぜ痛くないかっていうと、鍛えるべきところは鍛えて、休ませるべきところは休ませてるので、効率よく顔を筋トレしてくれるんですよ。なので本当にそれこそ今マスクしてると顔のたるみって気づかないうちに、そっか、無表情になっちゃってるもんね。そうなんです。パソコンとかスマホとかも見る時間増えて、すごいたるんでる方多いと思うので。すっごい揺れてる。そう、今梶山さんが揺れてるの見えます。これもこれでどっから効果出るんですか。1日10分で最大2回までできますので、うん、はい、医療用のシリコンで作られているので、非常に安心で密着度も高いという形です。正解の場所だけ教えてもらって。これでいいはずなんですけど。この後後頭部のベルトの正解の場所が、はい、顔ちゃんと今、はい、おお、気持ちいい。この顔でつけたんですね。はい。はい。はい。一回外してみる。一回外す？どうなの？どうですか？はい、お、ほら、あ、わからないじゃん。いや、でもすごい気持ちいいですよ、これ。そうそうそう、でもなんかちょっと目が開いた感じ。目が目変わるの。結局でも私顔全部つながってるからね。たるみが取れると目もつながってるので。そうで、これ目に繋がってるから。そうなんです。あの、ビジネスマンが結構飛行機のあれで買うらしくて、飛行機の中で買えるらしくて、なので、あの、飛行機でも売れてます。あ、飛行機でもね。はい、確かに旅の前にちょっと買ってこうかなって気持ちになるような、うん、気持ちいい。そうですよね。これを毎日やったら小顔になるんですもんね。うん、そうなんです。運動になるんですもんね。そうなんです。マスク時代に使ってほしいと思います。うん、はい。気持ちいい。あ、セリナさんも目が開いたって言ってました。本当？先生、適当言ってない。大丈夫。セリナさんの声で今頭の中で再生されてる。目が開いた。
あモノマネできるんだ。ありがとうございます。いやいやいや、すごく気持ちいいわ。はい。すいません、ちょっと正解の場所だけ頭が見てみます。はい。うん、気持ちいい。はい。はい、さ続いて、はい、どうでしょうか。ちょっと他にコロナ特需といいますか、うん、コロナで注目した家電なんか皆さんありますか。はい、はい、ゲットナビはですね、はい、こちらなんですけども、実はずっと前から置いてあるんですけども、はい、これパッと見なんだかよく読まないと分かんないかもしれないですけども、実はミシンなんですね。ミシンってもっと大きいですよね。はい、でまあ、ミシンって結構自宅にミシン持ってる方って今あんまり多くないかなと。そうなんですよ、そんなにいないですよ。思い出してみると実家にはあったな。はい、はい、ありました、ありました。結構今では需要が少なくなってると思われがちだったんですけども、うんうん、このコロナ禍でこのかなりこのですね、アックス山崎さんの、うん、その名も子育てにちょうどいいミシンというですね、うん、ちょっと変わった商品名なんですけど、これがすごく売れたそうで、我々もすごく注目しているんですけども、うん、いやそれです、ほんとちっちゃいですよね、うん、ちっちゃいです、ね、軽いんですよね。普通で4キロぐらいあるのにそれ2キロちょいなんですよね。もう片手でも持てますし、しかもこれ乾電池で動くんで、本当にコードレス、コードレスで、ね、どこの部屋でも使えるというのが。でやっぱりそのミシンって、まあ、難しそうとか、はい、まあ、実際結構設置するのも大変ですし、うん、っていうちょっと面倒くさそうなイメージが持ってて、なかなかこうちょっと使いたいんだけど導入できてないっていう方多いと思うんですけども、うん、そういった固定観念を取り払うような画期的なミシン。これだから1万円ぐらいですもんね、しかもね。そうですね、値段が。そんなに安いんですか。これだから本棚とかにちょんとしまっとけるから、棚とかに。いやもう少年ジャンプ2冊分と思っていただいたら、あ、もうサイズ的に片手で持ってちゃうの、ね、そうそうそう、普通4キロぐらいあるからもっと倍ぐらい重いんですけど、うん、小さくて、まあ、マスクをね作ったりとか。そうですね、まさに名前は子育てにちょうどいいミシンなんで、まあ、例えば私1歳7ヶ月の子供がいて、はい、マサイさんもいらっしゃると思うんですけど、はいはい、結構こういう簡単な裁縫を必要とされる場面って意外と保育園とかってあるんですよね。もともとはそういうのを簡単にこうできるお母さんのために、うん、お父さんお母さんのために作られたアイテムだったんですけども、うん、やっぱりこのコロナ禍で先ほどおっしゃったようにマスクとか、うん、あとなんかちょっとこう趣味に裁縫をやってみたいとか、うん、そういう方もいらっしゃったので、結構そこで需要にマッチしたというところがすごく、うん、これ結構ミシンの概念変わりますよね、うん、だと思います、本当に。コメントでもコロナ禍でマスク作りしていますって方やっぱいらっしゃいますね、うんうん、糸通しとかも楽そうですし、私服飾科の短大に2年通ってた。じゃあちょっとすごい。ミシンが難しすぎて全部友達にやってもらってたの。友達糸通しとか。なんか服飾科でも難しいって思われるぐらいなんですね。服飾科の先生怒んないですか今の。宿題全部人にやらしてたって。ただミシン使う時だけ。はいはいはい。でも確かにミシンってね、スピードとか難しいじゃないですか。そうですそうです。フットのやつもついてきますもんね。そうだ、組むやつも付いてるから、だからその手がこう開くというか、うん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 、うまくちょっとずつ進めるのとか、うん、足のやつが鉄売りだったりするんですよ、うんうん、これ最初から付いてるから。そうですね、でなんか分からないけど、QR で動画を読み込んで簡単な説明書も付いてるんで、もう初めてっていう人でもサクッとね、すぐできるっていう、ね、でスマホ見ながら何かを見ながらやるでしょ今のあれって。スマホスタンドも付いてくるんですよ、ここのケース、ここは本当こうカバーがあるんですよ、はいはいはい、それがそのままスマホスタンドになるんですよ、うん、だから見ながらその動画でちゃんと配信してて、でそのミキティさんも動画上げてますんで YouTube、はい、ミキティさんの動画見ていただくとちょっと使用感とかも。いいですね、コメントでも子供が幼稚園入園してからミシン悩んでました、コンパクトでサイズいいですね。これ安いですよ、1万円なんで、うんうん、はい、肌さんがコーヒーメーカーより小さいですね。肌さんもそうなんですよ、ちょうどコーヒーメーカーぐらいの、はいはい、ちょっと見た目もコーヒーメーカー風のデザインですけども、ここからコーヒーが出てきそうな、ね、そのぐらいのサイズなんで、肌、うん、さんぜひ、はい、肌さんやっぱ手作り好きだから、あ、そうですね、お料理とかもね、確かに、うん、ぜひお洋服とかも作ってください。さあ他に巣ごもり需要なんていかがですか、はいはいはい、ね、そうですね、巣ごもり需要っていうと、うん、やっぱり先ほどもお話してたように、その家をもう一回見直し、家の環境を見直したいとかっていうのが出てくると思うんですけども、はい、家電ウォッチで注目しているのは、ソニーのですね、マルチファンクションライトっていう、はい、LED 照明なんですけれども、もともとその、まあ、LED 照明いろいろ進化している中ではあるんですが、この製品は天井につけているシーリングライトですね、はい、これでスピーカーにもなる、
例えばテレビを見ながらその音が天井からも聞こえてるっていうふうな、そういうふうな形がすごく特徴的なところではあるんですね。それで あとはアプリですごく細かく調整ができるんですよ。その人感センサーがついてるんですけれども、人がいる、例えば人がその部屋からいなくなった時に人感センサーですぐ消えちゃうと困るじゃないですか。しばらくはついててほしいですね、はいはいはい、そこら辺をそのどれぐらいまではずっとついててほしいとか、これぐらい時間が経ったらもう消えてほしいとか、そういうのが ちょっとトイレ行っただけなのよ。あ、そうです、そうです、それで毎回消えられるとパチ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 して、いやだからそのまあ5分ぐらいはついてないけど、そうなんですよ、5分以上ついてると結局怒られるから、そうなんですつけっぱなしって、そうそうそう、それはまあそれで結構始まりですもんね。そうなんですよね。そう、電気とかから結局普段の生活態度とかのこと怒られるじゃないですか、ちょっと消してよってなりますもんね、うん、そうね、うん、普段から思ってたのは他のところもそういえばさ、さっきの時はさだからこれ大事なんですよ、うん、しかもなんかライブとか映像とリンクさせたりとか、うん、そうなんですよ、それがいいですよね。やっぱライブとか今配信とかもあるじゃないですか、何回も見たいじゃないですか、好きなアーティスト、うん、そういう時にやっぱこのね上から降ってくるって前からとかね、うん、リンクすると全然音の感じが臨場感違いますもんね、うん、しかもすごく今いいところおっしゃったんですけれども、はい、その音に関してやっぱりソニーということで、うん、音がですね、その今までのモデルも確かにいい音出てたんですけれども、うん、さらにそのちょっとモデル新しい最新モデルはちょっと見直しまして、はい、特にそのボーカルとか人の声の部分ですね、うん、そこら辺のちょうどいいところがすごく綺麗な音が出るっていう風に改良されたのを私も体験してすごくびっくりして、うん、そういうのもあるんですよね。音違いますね、大ヒットしたこのウェアラブルスピーカーとかね、やっぱズバ抜けた音いいですもんね、うん、低音も高音も綺麗ですもんね、うん、そうですよ、うん、それ今まではその、うん、アプリですごい細かく調整できるっていうことで、うん、そのなんとテクノロジー好きな人にすごく興味持たれてたんですけれども、はい、新しいモデルでは、うん、普通のリモコンですね、うん、ハードのリモコンでも、うん、その便利な機能が使えるようになって、よりやっぱり幅広い、うん、いろんな人が使いやすくなったっていうのが、やっぱり家電ウォッチとしてもすごく注目したいポイント、ね、リモコン信者いますからね、そうなんですよ、やっぱり使いたい、そうなんですよ、はい、ね、うん、確かにそれはいいですね、はい、はい、そんな感じで、どうですかコメントとかは、はい、はい、もう時間がもうちょうど経っちゃってるんだ。なんかさっきのミシンはめちゃくちゃ欲しいけどいつも楽天で売り切れてるんだってコメントもありますね。確かにこれは人気だったからすごい売り切れてるんですよね、うん、やっぱ集中してすごいやっぱ殺到するんだよ、うん、はいはいはい、私でも見ますもん ね、結構紹介されてるから、はい、おうちご飯のレンジの話も、はい、あ、いいですか、梶山さんおすすめの、はいはい、やっぱりヘルシオだとか、うん、ビストロとかね、パナソニックさんのシャープとかいろいろ上がるんですけど、やっぱりお家のこのレンジがね、やっぱ需要がね、上がってきた中で、僕はね、これがね、結構ね、好きなんですよ、日立さんのね、ヘルシーシェフっていうシリーズなんですけど、こうね、中がこう普通にこうオーブンもいろいろ使えますし、レンジとしても使えるんですけど、重みと、さらにここのセンサー2つで、しっかりこう感知するんで、物がどこにあって、うん、どれぐらいの重みでどれだけ その温度で凍ってるとかそういうのをしっかり検知した上で、うん、やってくれるんで、冷凍のものとかを解凍するときとか冷凍のものをそこから焼いていくときとか、うん、温めるときにすごくしっかりと中まで、うん、計算した上で温めてくれるっていうところをまずしっかりしながら、うん、あと物理的な嬉しさなんですけど、うん、普通レンジってお掃除するときってこのままこう掃除しなきゃいけないじゃないですか、うんうん、これ物理的なことなんですけど、これが外れるんですよね。でこのままジャブジャブ洗えるから、うん、これすごい嬉しいんですよ、うん、でこれ別に最上位モデルだけの機能じゃないので、うん、このシリーズがこうちゃんとついてるとか、うん、これが意外とね革命だったりするんですよね、うん、毎回毎回やっぱ何かしらちょっとは吹きこぼれるんですよ、うん、吹きこぼしたくないんですけど、うん、そういう時にやっぱただ外してできるとか、うん、ちょっとホットミルクチンしただけでも吹きこぼれますもんね、うん、そうなんですよ、うん、何かしら吹きこぼれるから、うん、あとこう自動調理なんかも結構そのいろんなメニューが入ってたりして、はい、やりやすいですし、うん、そう、だから結構ねこのレンジをお手入れしやすいってもうずっと長く使っていくってことを考えると、うん、最低でも5年以上使うと思うんですよレンジとか、うん、なかなかこうねサイクル早く変えるものじゃないと思う、うんうん、そういう時にやっぱ普段のお掃除するのは結局我々主婦なので、うん、はい、掃除しやすいものがいいなっていうところで、
これ何番でしたっけ、番号。ヘルシーシェフの、はい、ヘルシーシェフのシリーズ。他にもね、各社いろいろ面白い機能いっぱいあるんですけどね、石窯ドームとかね。84番ですね、はい、これ何が美味しかったですか。これね、でもなんかね、中華とかを作れるモードがあるんですよ、うん、中華なんかも結構とろみとかすぐ取ってきたりとかして、そういう調理が美味しかったですね。あとしっかりこうパスタなんかを乾麺からやったりするの流行ってるじゃないですか、レンジでチンしちゃうみたいな、そういう時もしっかりと火が入って、こう乾麺にしっかり水分も入るような感じで火が入ってくるので、そういうところの精度も高かったですね。個人的に私このヘルシーシェフのデザイナーさんを取材させていただいたことがあるんですけど、結構このフラットなラインだったりとか、ボタンがシンプルだったり、ひとしさんの家電の中ではダントツでデザイン性が高いのかなって思ったりしました。シンプルなデザインね、キッチンの味見がいいですよね。色もね、そうですね、大きさほどなんかいやらしい存在感みたいなのがないと。そうなんです、そういうところもいいですよね、そうなんですね、はい、こんな感じで、じゃあ締めの挨拶に入って大丈夫でしょうか。はい、川内さんと中林さん、お伝えし忘れたことはないですか。もう大満足です。はい、ありがとうございます。まだ始まったばっかですからね、投票が。だから今いじったやつだけでもね、まだまだ155個の中のいくつかしかいじれてない。本当ですね。でも雑誌の中ではいろいろこう紹介してますもんね、ゲットラス。そうですね、はい、どんどん盛り上げて。ページありますか、そのページ、今見せますか。はい、私はある雑誌。あ、すいません、このページで載ってますし、ね、いろいろこう、はい、その特集、新商品いっぱい載ってますもんね、うん、そうですね、はい、で今後もあのゲットナビウェブでもだったり、うん、あの家電持ちさんでももちろんなんですけど、随時こう紹介していくんで、ぜひチェックしてもらって、ね、全部アイテムの魅力を伝えられたらいいかな、ね、ね、うん、革命というか、あのトースターのバルミューダさんがね、うん、スティック掃除機参入したりして、うん、それだけで何個も記事上げてましたもんね、全部面白いんですよ、やっぱり全部面白い、コラムが、ね、社長の一言一言がやっぱり ね、みんなもう大好きですよ、やっぱり社長は掃除機を使わないんですよ、すごいですよ、社長はクイックルワイパー派だから、そうそう、最強のクイックルワイパー作りたいみたいな、うん、でまさにって感じの商品ですよ ね、でこれはあの投票していただくと、先ほどもお伝えしたように、はい、全部13個の豪華な家電が当たります。ダイソンとルンバとバルミューダなどなど当たりますし、万が一家電に外れてしまっても抽選で100名様にアマゾンギフト券1000円が当たりますので、家電大賞ぜひ投票してください。よろしくお願いします。コメント欄もできますしね、そうコメ YouTube のコメント欄、概要欄にありますので、はい、ぜひ見てください。楽しい話は尽きないんですけれども、そろそろお時間となってしまいました。約1時間お送りしてきました家電トークですが、まもなくお別れのお時間です。本当にあっという間でしたね。大丈夫ですか、セリナさんとかセリちゃん、ハラさん、でも結構皆さんすごいいいとか、お、こんなのあるんだ、夏子さん美しいとか夏子さんのね、この内側の髪をはい、ねずこです、ねずこちゃんとか、結構皆さん巨神製品がどしどし出たので、びっくりされてる印象がありますね、コメントを寄せてくださった皆さん、 YouTube とインスタライブでコメントくださった皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。ぜひね、登録とか高評価みたいなね、していただけると、また皆さんにどんどんこう、ね、ガチな家電情報をお届けしていくので、うん、そうですね、今日の動画がアップロードされたら、ぜひ高評価ボタンを押していただきましたら、我々もモチベーションがね、そうですね、これからもうどんどんこう皆さんにガチな情報を、はいはい、お届けしていきたいと思います。はい、はい、そうですよね、で次回の放送もね、決まってるんですよね、はい、はい、次回は12月18日金曜日、また20時から、うん、放送いたしますので、はい、はい、ね、ぜひぜひ皆さんまた来てくださいよ、よろしくお願いします。ね、中間発表なんかも毎年ありますから、はい、それも気にしていただきながら、そうですね、はい、まあ、結構そこでこう発表されて、その後こう逆転したりとか、そういうなんかレースとしても結構面白いし、ね、この行方も楽しんでいただきたい、面白いですから、はい、ぜひ Amazon ギフトカードいただいて、ちょっと M1 と一緒にね、盛り上がって、 M1 もね、今東京やってますからね、はい、そういうのと比べて、はい、本当にもうね、メーカーの人たちみんなそのこれにかけてますから、うん、はい、そうですよ。
ね。ぜひあのお店で家電大賞 のバッジを見たら気にかけていただけたら、ね、はい、嬉しいですね。ね、はい、はい、というわけで、はい、MC は、はい、私家電女優の夏子と、松橋修太郎でした。ありがとう。あと編集長の、そうですよ、すいません、はい、川内さんと中林さんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。それでは皆さん、はい、ごきげんよう。すいません、ゴトゴトってなりました最後。さよなら。